ちは、葉月ひまりです。今回は今日から9店で11月26日まで目代わりが実施中ということで、私がおすすめするコスメで韓国コスメをしてみました。目代わり中はセール価格プラス 20% オフでお得に欲しいものがゲットできるチャンスです。動画の最後にもお得な情報が盛りだくさんなので、ぜひ最後までご覧ください。はい、まずアイシャドウから塗っていきます。アイシャドウはマイフェイブムードアイパレットバター&ベターを使用していきます。こちらはピンクブラウンのパレットになっていて、女の子らしい可愛い色味がたくさん入っています。しかもバターの彫刻がされていてすごく可愛くないですか。バターのようにスーッととろけて香ばしい香りがしそうなパレットになってます。まずこちらの真ん中一番上の色をアイホール全体に塗っていきます。マットのアイシャドウでスッと肌に馴染んでくれます。次に真ん中右の茶色を先ほどより少し狭めに塗っていきます。薄いグラデーションになるように意識して塗ってみてください。目尻から目頭側にかけて塗っていくと綺麗に塗れるかなと思います。筆に余った色で軽く下まぶたにも塗っていきます。目尻側をね、くの字で囲んでいきます。次に真ん中の茶色を締め色としてまぶたの両サイドに塗っていきます。このパレットの中では一番濃い色なのですが、発色が絶妙で、この何とも言えないマット感がめちゃくちゃ可愛いです。同じ色を細い筆にとって目尻3分の1と涙袋を描いていきます。締め色と同じ色を目尻3分の1と涙袋の線に使うと統一感があるのでおすすめです。次に右上のラメをまぶた全体と涙袋に塗っていきます。このラメは細かいラメではあるんですけど、めちゃくちゃねキラキラしてて、遠くから見てもキラキラしてるのがわかるのですっごい可愛いです。どちらかというと上品なラメなので、女の子らしいメイクとかにもすごい合うんじゃないかなと思います。涙袋にラメをのせるときはこんな感じでチップでのせた方が綺麗にのるんじゃないかなと思いました。目頭にもラメをのせていきます。アイシャドウを塗ってみるとこんな感じです。もう少しキラキラさせても可愛いかなと思ったので、グリッターを涙袋にのせていきます。このグリッターももうギランギランでめちゃめちゃ可愛いです。この付属のチップがめっちゃ涙袋のラメのせやすいです。どうですか、めっちゃキラキラじゃない。次にアイラインを引いていきます。まずこの粘膜を埋めてから目尻をね丁寧に引いていきます。まつげの間は鏡を下に持ってくると描きやすいかなと思います。今回はちょっと可愛い感じにしたかったので、垂れ目気味にアイラインを引いてみました。私は離れ目なので、しっかりとね、切開ラインも引いていきます。ビューラーでまつげをしっかりと上げてからマスカラを塗っていきます。マスカラはホリカホリカのラッシュコレクティングマスカラです。私このパッケージにもなっているアモンガースめっちゃ好きでよくやってたので、めっちゃ可愛いですよねこれ。こちらはホリカホリカで人気の歯ブラシカラーとリミテッドブラウンマスカラの特別セットになってます。今回はこちらの04番を使用していきます。これは塗った途端にまつげを固定してくれて、長時間まつげをキープしてくれるんですね。水とか汗にも強いスイムプルーフタイプで、にじみにくい綺麗な目元をキープしてくれます。塗ってみるとこんな感じです。めっちゃ綺麗じゃない。反対側も塗っていきます。もうね、このブラシがめちゃくちゃまつげをキャッチしてくれて塗りやすいんですよ。
リアルフィットロングラッシュに奥深いブランケのマスカラでムードアップ効果がありますね。ホリカホリカのマスカラは4種類あって、01番から03番にセットで04番がついています。それぞれブラシのね、形が異なっていて、01番は太めのブラシでカーリング補正をしてくれます。歯ブラシみたいな形になってるおかげでめちゃくちゃ塗りやすいです。02番は先ほどよりも少し細いブラシでボリューム補正をしてくれます。お次に03番は少しブラシが反っていてロングラッシュ矯正をしてくれます。最後の04番の実ブラウンで03番と同じ形をしているんですけど、こちらはカラー矯正をしてくれます。今回は04番を使用しているのですが、ブラシの毛がねすごい細かいので、まつげを一本一本キャッチしてくれて綺麗なねカールを作ってくれます。下まつげもブラシが細いおかげで何回かねつけるだけで伸びてくれて、メイクがめっちゃ漏れます。カールがね本当に綺麗だし、ドバッとつかないので本当のねまつげが増えてるみたいに見えて不思議です。はい、上下塗り終わるとこんな感じ。もうめっちゃすごくない？韓国アイドルのねまつげを簡単に手に入れることができます。ちなみにこの人気のね01番は歯ブラシカラーっていう名前の通り、ブラシがね歯ブラシに似てて、歯磨きをするように隠れたまつげまでしっかり引き出してボリュームを足してくれます。次にリップを塗っていきます。リップはホリカホリカのバターブラーティントを使用していきます。こちらもたくさん種類があってどれ使おうか迷ったのですが、今回は03番を使用していこうと思います。このティントめちゃくちゃ滑らかで、名前の通りバターのようにスッと伸びて唇のシワを包み込むブラーフィルターになってます。今までにない感じのティントで唇をふわふわに見せてくれます。高密度でしっとりと唇にフィットする密着ティントになってます。手でね最後にポンポンってぼかしてあげるとすっごい可愛い感じになるのでやってみてください。次にチークを塗っていきます。チークはホリカホリカのチークを使っていきます。こちらを筆に取って塗っていきます。こちらはねパウダータイプのチークではあるんですけど、内側からねじゅわっと広がる感じでめちゃくちゃ可愛いです。色味も私が大好きなオレンジっぽい感じでね本当に可愛いの。最後にハイライトを塗って終わります。ハイライトはホリカホリカのバターメルティングハイライターです。こちらはスティックタイプのハイライターになっていて、私こういったハイライターって使ったことがなかったんですけど、びっくりするぐらいお肌に馴染むんですよね。こんな感じでね下を回すとハイライトが出てくる感じになってます。一度手につけてご紹介してみますね。軽くさーっとね手の甲に塗っていきます。するとねこんな感じ、わかりますか？これ自分の肌がツヤ出してるってくらいめっちゃ綺麗にツヤを出してくれるんですよ。私はそのまま塗らずに一度手に取ってから塗っていきます。柔らかめのテクスチャーではあるんですけど、ベタつかなくてダマにならないので本当にスーッと溶けるように馴染んでくれて、つけ心地自体もね軽いのがすっごくいいです。よれやすいのかなと思ってたんですけど、実際にね使ってみるとそんなこともなく、よれにくくてツヤ感をね与えてくれるシマーカラーになってるので、唇とか目元とかツヤ感を出したいところにも使えます。この唇の上に塗った時可愛すぎて、え、可愛いってなりました。はい、ということでメイクの完成です。今回は私がおすすめするコスメをご紹介したんですけど、すべて9点で購入することができて、9点が今年最後の目変わりを11月の17日から26日まで開催するんですね。で、今年最後なので皆さんもね何を購入しようかなって迷ってる方もいるんじゃないかなと思ったので、今回は私がおすすめするコスメをご紹介しました。目変わり中はセール価格プラス 20% オフの
のクーポンでさらに安くゲットできて、決済方法によってはまたさらにお安くゲットすることができます。目代わり期間中はマジで安くゲットできるので、迷ってるけどどうしようかなって悩んでる方はぜひね、この期間中にゲットしてみてください。さらに目代わりの期間、概要欄からね、商品を購入された方対象で100万円分の山分けキャッシュバックキャンペーンもやってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は9点で購入できる私のおすすめコスメで韓国メイクをしてみました。少しでもこの動画が参考になりましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。